西鉄バス地区法。西鉄バス地区法は、福岡県の地区法地方で、路線バス、観光バス事業を営む西日本鉄道、西鉄の分離市会社。本社所在地は、福岡県飯塚市片島2丁目19番1号。運行している市町村は、以下の通り、高速、特急バスのみ運行している地域は除く。当初は一部の不採算路線を子会社に移管する。 形であったが、現在では、筑豊地区の西鉄バス路線は、笹栗市社の受託分と、本社、田川市社の筑豊特急受託を除いて、子会社直営となり、また子会社同士の合併も進められて、現在のようになっている。筑豊地区の人口減少や、マイカー、バイク、自転車の普及などで、路線廃止が続いているが、一方で、 四モール直方の開業に合わせ路線を延長の上、本数を増やすなど、売り上げ確保のための努力も続けている。直方支社担当。2009年4月1日より、西鉄バス地区の自社路線となった。他の高速路線と違って、九州自動車道福岡インター付近での渋滞があっても、小賀インター、国道3号線、福岡都市高速、 カシー東新部経由への迂回運行は実施しない、高速青柳、高速立花山に停車するため、2010年3月1日のダイヤ改正で、若宮インターチェンジ、直方パーキングエリアには停車しなくなった。2012年3月17日のダイヤ改正より一部の便が、蓄鉄直方バス停、蓄方電気鉄道蓄方直方駅で運行されるようになった。 2013年4月1日のダイヤ改正で、再び、若宮インターチェンジ、直方パーキングエリアに停車することになったが、2016年3月26日のダイヤ改正で、直方地区鉄直方間が止めとなった。都市高速、国道201号、八木山バイパスを経由し、福岡市の中心部である天神と伊塚市、田川市を結ぶ特急バス路線である。 約10から15分間隔で運行する。田川支社、飯塚本社の担当であるが、旧行大飯塚キャンパス発着、新飯塚駅深夜特急、特急で、運営門号は、飯塚本社のみ、直行は、田川支社のみ担当していたが、2017年4月1日のダイヤ改正で、旧行大飯塚キャンパス発着も田川支社、直行も飯塚本社が数本担当するようになった。 さらに2018年3月17日のダイヤ改正からは、西鉄バス、博多営業所も担当がいるた。近距離高速バス用の車両で運行する。田川支社担当分のみ翌朝の天神発便に使用するため、博多営業所及び博多バスターミナル向かいの小田ふ駐車場での夜間停泊がある。古藤寺バスセンター廃止に伴い、2016年10月1日の ダイヤ改正で、これまでの後藤寺バスセンター発着は、西鉄後藤自営業所及び、福岡県立大学校内発着に変更された。かつては、終日にわたり、県道607号線形予備があったほか、祝日に限り上山田発着、飯塚、上山田間も、現行の大熊車庫担当、23番系統と、同一のルートで、 特急運行が運行されていたこともあった。2017年3月24日までは、天神飯塚坂の下妻の特急も運行されていた。2018年3月17日のダイヤ改正までは深夜バスも存在し、この深夜バスのみ県道607号線経由で、道道路上の笹栗町中心部にあるバス停3カ所に停車していた。都市高速。 国道200号経由で北九州市小倉と直方市を結ぶ路線。近距離高速バス用の車両で運行する直方市社担当。かつては飯塚バスセンターまで運行していたが、2011年4月1日付で直方バスセンター、飯塚バスセンター間が廃止され、同時に西鉄バス地区方の自社路線となった。また、北九州高速4号線が、 日本道路公段管理の一般有料道路だった1991年までは高速バスとして運行されていた。平日の始発便のみの運行上記の小倉駅ループ系統を新設した。全便田川支社の担当。かつては天神バスセンター発着もあり、八木山バイパスは通らず、県道607号線と国道201号9道、八木山峠を越える急行と、 八木山バイパス経由のバイパス急行が運行されていた。飯塚発着の31番を統合し、全便が八木山峠、笹栗経由となっていたが、2004年にバイパス経由に変更された。2009年のダイヤ改正で新飯塚駅発着が1日に往復設定された。古藤寺バスセンター廃止に伴い、2016年10月1日のダイヤ改正で、 これまでの後藤寺バスセンター発着が、西鉄後藤自営業所発着に変更れた。福岡空港と築豊を結ぶ。北本町、町内とは、築豊遊園、根津川池、三立て、余げバス停はこの路線のみ停車する。2010年4月1日より新設された堀井池にも、停車するようになった。近距離高速バス用の車両で運行する。 2012年4月1日より、西鉄バス地区法の自社路線となった。博多バスターミナルから乗車した場合、福岡空港で降車するより、北本町で下車した方が運賃が安くなる。珍しい運賃制度の路線でもある。路線名は、地区法、急行北九州線。もともとは、小倉、砂津夏から、直方、飯塚間を結ぶ急行であった。 津松黒崎間は22番と同じルート。当時は高速バスタイプの車両が使われていたが、2016年3月のダイヤ改正により小倉直方線の前で高速バスタイプの車両が使われている。時期によっては直方発着便で青急行色の市内急行路線使用車を使用していた。後に現在のルートに短縮され、 当時の直方交通に路線を移乗した際、使用車両も中型を中心とした一般路線車に変更された。2016年3月26日のダイヤ改正で、直方側の始発停留所が現行の直方バスンターから直方駅前ロータリーへ変更となった。また一部の便は直方小倉線の間合いで近距離高速バス車両で運行されるようになった。 大熊車庫廃止に伴い運行を引き継いだ。大熊車庫廃止に伴い運行を引き継いだ。筑区保、飯塚線の運行を受託している。2006年4月1日付で、JR 九州バス直方線の直方マイナス内が、磯が廃止されたため代替として新設された路線。JR 撤退の数年前までは、富谷線の一部系統が中原、または出口経由でうちが、 磯まで運行し、競合していい。かつては、倉久市、中海、古くは、赤間営業所、十国域があり、京立病院経由、中浮宮田役場、現、宮若市役所便も存在した。後に、直方宮田役場、現、宮若市役所関と宮田役場、現、宮若市役所中浮福丸館は分離され、運行は続いたものの、利用客の減少に伴い、 宮若市役所より、遺園の路線はすべて廃止、鉄された。倉手町のコミュニティバスで、2014年10月1日より、精神物流から引き継ぎ運行開始。2017年9月30日をもって、田川小倉線が廃止されたことに伴い、規模を縮小した形で2017年10月1日より、運行開始となった路線。 小倉直通時代と違って本数はおよそ半分に減便された、おおむね2時間に1本。基本的に中型車を使用する。また、西鉄後藤寺営業所、板きよ子市の区間便が、片道のみ設定されている、板きよ子市到着後は、西鉄後藤寺営業所へ改装。一方この見直しによって、旧東谷村住民の利便性が大幅に下落したため、 2018年10月から翌年3月までの半年間に限り、利用実態などを考慮し、森常止めとしたものの快速運行を復活させ、利用状況を調べる社会実験を行うこととした。本格運用させるかどうかは実験結果を検証して決める。快速区間は以下の通り、前提留所。森常到着後は中谷営業所まで改装される。 春日橋で番号が変わる。2016年10月1日の後藤寺、バスセンター閉鎖に伴い、西鉄後藤自営業所始発の地区法特急、地区法急行の立議リ便として、西鉄後藤自営業所経由となった。一番のうち日中は、田川メルクス前を経由する。それ以外は長浦経由。22、23、西鉄後藤自営業所、春日橋後藤自田川市役所。 伊田駅、夏吉、神奈川農協法上支所伊方橋神奈田駅、副市長役場伊方橋法上支所、神奈川農協、夏吉、伊田駅田川市役所後藤か須橋、西鉄後藤事営業所。平成28年10月1日に後藤寺、バスセンター閉鎖に伴うダイヤ改正で、現在の運行系統へ変更になった。大熊車庫廃止に伴い運行を引き継いだ。 ここでは、西鉄バス地区法及び西鉄バス恩河が発足した2001年、平成13年8月1日以降に廃止された、バス路線を対象とする。なお、バス停や施設等の名称は廃止当時のものとする。国道322号を通り、河原町を経て、小倉と田川市を結ぶ路線。かつては、需要の大きな幹線区であり特急。 急行系統とすべての停留所に停車する三十番とで運行されていた。しかし、その後沿線人口の減少や JR、北彦山線との競合などで乗客が減少し、大幅な合理化に迫られ、両路線を統合し快速となった。快速区間はすなず、西鉄バス、北九州本社、中谷、西鉄バス北九州、中谷営業所の区間のみであり、特に山毛砂湖、 田川東町の区間はこの路線しかないことから確定扱いとなっている。なお、以前は田川地区にも快速区間後藤寺バスセンター河原間が設定されていたが行き先番号35番の田川行橋線が赤字により運行区間短縮減便となったことから2008年10月1日より快速区間設定は小倉地区のみとなった。なお、 田川行橋線は2011年4月1日付で廃止された。2009年4月1日付で路線と車両が本体から移譲され完全な自社運行路線となった。基本的に大型車を使用していたが2016年からは中型車による運用が多くなってきていた。早朝の田川行きのみ、頂き吉越始発の区間便が2本運行される。 2013年9月までは、中谷始発で運行されていた。2000年代前半頃までは、五反田ご湯時、河原の区間便も運行されていた。2015年12月1日、1日18、往復から1日16往復に減便。これに伴い運行時刻も変更となった。2017年10月1日に減便と中谷、たに、北の運行廃止を行い、路線名も、 西鉄後当時、中谷線に変更。減損する、快速系統とは別に朝は、砂津駅、夕は、田川駅のみ運行。経路も異なり砂津中谷までは、高速中谷高と同経路。中谷からは、国道322号線バイパスを走行し、再道所までは、ノンストップ、以後は、後藤寺まで同経路だった。 通勤需要を取り込もうとした路線であったが1年ほどで廃止された。急行、福岡地区放線用の車両を使用した、前運用と飯塚への送り込みを兼ねた系統。時期にも夜が1日1からに往復程度。ご当時飯塚間の急行と同じルートを確定で運行。西鉄からの管理委託者及び譲渡者が中心である。これらは西鉄と同一塗装で、 上渡車についてはロゴがグループロゴとなっている。以前は子会社独自で導入した車両には独自塗装が施されており、過歩交通はクリーム色地に山吹色と緑色の帯、添え田交通はクリーム色地に緑、水色、ピンク色のアーチ型模様の帯、直方交通は白地に赤、水色の波状模様の帯であったが、西鉄バス。 蓄区発足後はこれらの色の車両の新規導入はなくなり、車体更新の際に、西鉄色に変更されたり、経年により、廃車されたりして減少している。旧過歩行通色については2007年までに消滅した。車内放送の音声装置は、直報死者は、北九州地区、西鉄バス北九州、西鉄高速バス、北九州及び久留米、大牟田、佐賀地区、 西鉄バス久留米、西鉄バス大豚、西鉄バス佐賀と、直方以外の事業所は、福岡地区、西日本鉄道、西鉄高速バス、福岡、西鉄バス二日、市、西鉄バス、宗方など、と同じである。ナンバープレートは、飯塚本社、直方支社、田川支社所属者は、直方ナンバー、笹栗社子所属者は、福岡ナンバーを装着している。 中型車は、エアロミディが7台、シンクレハボディ3台、MBM ボディ4台、スペースアロー RP を12台、1台を除き全車、西高ボディ、日のレインボー 7M を2台使用している。また大型車は三菱不走 MS が6台、日産ディーゼル RA が2台、イスズ LV が2台、いずれも西高ボディ配属されている。大半は、 全身の加保交通と、添田交通が購入、または西鉄より譲り受けしたものだが、一部西鉄バス、恩賀からの引き継ぎ車や西鉄観光バス、西鉄バス二日市からの譲り受け車も存在する。またスペースアロー RP のうち一台は、中古で導入した富士重工業ボディ車である。特定自治体内の西鉄グループ路線バスを自由に、乗降できる、特パス及び、 ワイドエコルカード、糸エコルカード、ヒルパス、ヒルパスロングについては、運行事業者が、西鉄バス地区法であっても、利用対象の自治体内であれば利用可能である。利用できる路線と、対象区間は次の通り、また、西鉄バス北九州1日フリー乗車券については、発行当時は、対象区間内であっても、西鉄バス地区法の運行する路線では、 利用できなかったが、現在では、対象区間内であれば利用できるようにな。なお、北九州市や中間市では、田川快速など蒸気路線しか運行されていない地区も、あることから、当該区間の住民に配慮し、2008年頃から、蒸気路線が北九州市内を運行中に限り、1日フリー、乗車券が販売されている。自社公式ウェブサイトはない。 西鉄バス地区法の時刻、運賃は西日本鉄道公式ウェブサイト内の西鉄総合時刻、運賃案内で検索可能楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。